発泡スチロールで折り紙はできるのか？まずはナイフスライサーという機械を使って発泡スチロールをスライス加工します。これが出来上がった発泡スチロールで、厚みは約 1.2mm です。次にバラの展開図を印刷した紙を用意し、セロハンテープで固定します。あとは線をなぞってカッターで切り出しましょう。これでパーツが完成しました。切り出した発泡スチロールに曲げ癖をつけていきます。最後に接着剤を使って形を整えたら完成です。発泡スチロールなら日清化成工業の提供でお送りしました。